越中国分寺は、富山県高岡市伏木市宮にある高野山、新言宗の寺院。通称は、薬師堂。奈良時代に、聖武天皇の御琴のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、古史中国国武装寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、寺院跡である越中国分寺跡と、越中国部浜寺の推定地についても解説する。 富山県北西部、二条山丘陵北端の断球場に位置する。聖武天皇の御事のりで創建された国武僧事の後継寺院とされ、境内と周辺は国武僧事跡に否定される。これまでに小規模な発掘調査が実施されているが、伏木大地では大規模な瓦原用粘土の採取が行われた関係で、多くの遺構が失われているため、現在まで、 ガラン島の詳細はつまびらかでない。境内地は1965年に越中国分寺跡として富山県指定史跡に指定されている。なお付近では南東に越中国府水定地が昇降寺南側に北陸地方の最古級寺院跡である御天閣廃寺跡が所在する。創建は不詳。天平13年の国分寺建流の御事のりの後の創建とされる。 越中国分寺の還元人物としては、万葉集に見える草原はさる、国史重層清美、公史層、恵ぐみが知られる。すなわち、と見え、いずれも国主の館での縁に参加したり国史、公子という重責を担った人物であることから、越中国分寺の層である可能性が指摘される。一方で、国分寺の語が見えない等の理由により、当時には、 越中国分寺は未創建であるとし、上記は五天閣廃寺の層とする説もある。また越中国分寺を天平商法8年12月の創建とする説もある。なお、万葉集末期19では、還元国として寺井の子も見える。天平法寺3年の隣軍籍族村間私入伝図では、国武金光明寺田の記載が見えるほか、年次未章の地図団官にも、 東大寺予告分寺境半と見え、隣軍東部における越中国分寺殿の存在が知られる。公認11年の公認式取税料の規定では、国分寺料として稲三万束が当てられる。また、延長5年成立の演技式取税上では、国分寺料として同じく稲三万束が規定されている。その後の変遷はつまびらかでない。近代以降については次の通り。 掃除後の地域は、薬師堂を中心とする一辺二丁と推定され、一帯では、現在も、関連アザ名が依存する。薬師堂境内には反築による土壇が残存するほか、推定祖先六個も認められ、掃除の道具後に否定される。しかし、伏木大地では近代に河原洋年度の採集が行われ、他の遺構の多くは作兵されているため、ガラン配置等の詳細は明らかでない。 推定地域では河原、土器等が多数検出されている。特に河原の様相は、三河国分寺、国部アマデラと2回用点が注目される。アマデラ跡の所在地はつまびらかでない。伏木大地上の古河原出土地が候補地として想定される。越中国部天寺については、小僧院文書の越中国諸分省園総研第一に見える。 北北京事項の軸との関連を指摘する説があったが、これは奈良の北京事を指すものと論調されている。所在地交通アクセス周辺越中国分寺跡に関するカテゴリー、越中国部アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。